あの当たんなくていいから、どん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 さ、ポールの近くに来て曲げるんじゃなくて、手前から曲げながらポールに。少し腰が左右に振られちゃうんです。もう真ん中ストーンと落としてくれました、このセット。肩が低いところで、あれ？ああ。まあでも少しずつ追いつけません。まあ足を動かすしかないです。細かいから体から突っ込んじゃうと左右に動きすぎちゃって間に合わなくなっちゃう。小回りやってるのと一緒で膝下だけで動くような意識。全然間に合いません。単純にもっと外足にしっかり乗ってね。今日は難しい。実はすっごい簡単。細かい方がごまかせる。勢いで曲がってる。もうすぐしたいぞ、こら。どん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 スピード出してね。忙しいから早く切り替えて、どんどん早め早め。いや、どんどん滑ろう。練習練習。ああ、もう一本で疲れた。うまくないよ。まだ3回目ぐらいなんだから。完走できなかったよ。これ背中向けていこう。背中向けて完走目指そう。いつも言ってるやつ。やられました。うん、本当は得意なセットのはずなんですけど、ところどころ振ったじゃないですか。はい、あそこの攻略だけですよ、ね、しっかり捉えていければいけないあんまり体をこうやって揺さぶらないようにして、はい、おへそが下向いているような、はい。細かいんだから足首使わなきゃもんね。疲れたもん。すね倒した。もうやだ。もう膝当たんのに何もやったの。いいやで。いらねえか当たんねえ。